ということで、次のライブも告知をさせてください。次は14時台シアターゾーンさんにてライブをさせていただきます。よかったら遊びに来てください。この後シアターゾーンさんにてヘコブカに参加させていただきます。新規さんも撮ってもらうので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、神谷ひろもこれからも盛り上がっていきましょう。それでは、今日私たち、学生ラビーのでした。